はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第21章ですね、やっていきたいと思います。とりあえず上級職に上がれるやつはもうすぐ上げないと忘れちゃうから、誰だっけな。とこいつらはまだ、お、いた、おぼろがいけるな。マスタープルーフあと何個だ。マスタープルーフあと2つか、使うと。槍星と、これはバサラかな。どっちがいいんだろうな。槍星は、なぎなたの道を極めたもの。安定した能力を備えている。で、バサラは、なぎなたと呪いか。こいつ確かね、魔力ほとんどなかった気がするんだよな。一応バサラになることで魔力プラス5になるけど。能力の上げ幅は結構あるな、バサラ。まあ、槍星にしとくか。さあ、我に力を与えたまえ、サンダガの神よ。バシューンバシューン。覚醒、力が3上がった、結構いいな。で、あとは誰だ。才蔵とかはもうちょっとだな。天魔武者のやつら全然まだだな。あ、日向だ、日向。日向もあげるか。剣聖と兵法者。剣聖ってあれじゃなかったっけ、龍馬剣聖じゃなかったっけ。被るな、そうすると。速さと回避が極めて高い。なんかそんな感じだもんな、あいつ。あらゆる敵との戦いに臨むもの。刀、なぎなた、コンボを自在に操る。こっちにしとこう。力4、守備4上がる。ちょっと偏ってるけど、まあいいや。さあ、サンダガの神よ。我に力を与えたまえ。あんまり見栄えが変わってない気がする。派手に行こうぜ。まあみんな移動が上がるのがいいよな。武器が、槍が使えるようになった。斧が使えるようになった。よし。で、なんかいいのあったっけ。槍、あ、そうだ、まだあれなんだよね、多分E のやつしか使えないんだよね、悲しいことに。他いたっけな。他はいなかった気がするんだよな。20になってるやついないね。あとはここら辺の建物がちょっといっぱい増えてきたから、ちょっと墓を作るか。また再造の墓、で、おぼろの墓。立派な墓場になってきたな。ひなたも墓が作れんな。で、龍馬も墓。とうとう王族の墓が増えてきた。ここら辺はいいか。で、あとレベルアップでマイルームがレベルアップできる。あとは、広場も一応あげとくか。資料館も1だし。ハイガ、像はちょっと高いから、マフと泉と畑と、武器屋もいけんな。めっちゃできんな。多分全然やってなかったんだな。道具屋と、くじ引きと、食堂。食堂とか全然活用してる記憶がない。で、錬成屋と、アクセサリー屋。で、温泉もいけんな。男3人入るってどうするんだ?牢屋。匠の像とかはいいや。広場またいけんな。あげられるだけあげとくか。リリスの神殿もあげよう。よーし、オッケー。ちょっと大根。いいか。あとはくじ引き屋。さあ、いいのが出ますようにと。カランカランカランカラーン。おお、ゴールド。これは当たりじゃない?大当たり。やった。逆コンボ。まあ、あまり使わないけどね。なんか、これだーっていうのが出ないな。一応マイルームもパワーアップしてるな。1、おー、いっぱいいる。1、2、3、4、5、6、6人いる。誰にしようかな。モズメちゃん、オロチちゃん、ユーギリちゃん、オボロちゃん。オロチだな、そうするとやっぱり。オロチはね、結構仲がいいからな、俺の中では。わらわを呼び出すとは何用じゃ?何か密談でもするのかの。
どういう招待の仕方だ。お、上がる上がる。そなたの今の運勢は中吉じゃ。なんか前も中吉だった気がするんだけど、毎回中吉だな。こういいんだかそこまで良くないっていう。神秘的だと言われておったのじゃぞ。お、上がりが鈍いな。なんかもっとぐん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 上がってほしいんだけど、ここら辺だ。ポイントがない。お、いいねいいね、ここら辺。巫女様の触れ方とそっくりじゃった。所詮俺は巫女の代わりか。あともうちょっとだ。うわ、あと1段階か。ここら辺最後急激に上がったな。まるで巫女様と過ごしているような感覚じゃった。やはり俺は巫女の代わりでしかないのか。よければまた呼んでほしいものじゃ。悲しい。そして帰り際も悲しいなんか主人公右の方でうなだれてるし。よし次、武器屋を見てみましょう。いらっしゃいませ。剣なんかあるかな。あ、これだ。武者の太刀8000円。反撃攻撃力が2倍、回避はマイナス20。なるほどね、回避できなくなる代わりに反撃力が上がると。あと何かあるかな。なんかこれといったものはなさそうだな。あー、神雷の薙刀がある。でも魔法武器だかんな、これも。まあ、こんなもんか。あとちょっと道具屋も見たいんで。道具屋道具屋。よく来たな。春夏秋冬、大祭りとかいうのがある。周囲の味方全体を回復させる。在庫1個かー。で2回しか使えない。これかなり貴重だな。お、流石が普通に売ってる。でも、ま、魔法武器だしね。流石使ってないんだよな俺。重石も普通にあるな。ここら辺は一緒か。ヒットポイントの薬とか。おお、在庫1個だけどドーピング剤が売ってる。1万円か。結構するな。マスタープルーフとかも在庫無限になってるし気にしないでよかったな。そうするとまあ今買うものはないかな。じゃあちょっとこれ拾ってストーリーを進めますか。毎回ここで時間取られるからな。第21章、燃える滝。黒竜王の体内から抜け出した一行は王都を目指して川を進む。対岸の船着き場までは相当の距離があるはずだが、賢者から渡された地図は意外な場所を目的地としていた。ということで行くか。燃える滝。おお、ガロン王。やつらは黒竜王の体内から抜け出したか。まあよい、マクベスの策など所詮はこの程度。もうすぐ奴らの中のコウモリが羽ばたく時が来る。その時こそ、ふんふんふん。面白そうだな。一人で笑うか。よっぽどの変人だな。聞き耳を立てている。お父様、なんで笑ってんの？おかしくなっちゃったのって。何をしているんだ、エリゼ。マックスお兄ちゃん。父上の部屋を覗いていたのか。お父さん、突然笑い出しておかしくなっちゃったみたい。いいか、エリーゼ。ここにはむやみに近づかない方がいい。見つかったら、お前とてただじゃ済まないぞ。そりゃそうだろ、一人で笑ってるところ見られたら、相当恥ずかしいぞ。ごめんなさい。でも、私、グス、泣いてる。エリーゼ、マックスお兄ちゃん、私、どうしたらいいの？ミカミックスお兄ちゃんも、レオンお兄ちゃんもいなくなっちゃった。カミラお姉ちゃんだって近頃はずっと塞ぎ込んだままよ。ねえ、どうしたら兄弟同士で戦わずに済むの？どうしたら前みたいにみんな一緒にいられるの？エリーゼ、心配する。この戦争が終われば、白夜王国を征服することができれば全ては元通りだ。本当に？ああ。そう信じて戦うしかないんだ。こいつも確信ないじゃん。今は。結局揺れてんな。よし、なんとか船に乗れたな。まるで海のように大きな川だ。この向こう岸にお前のいた王都があるんだな。うん、いよいよ帰ってきたんだね。はあ、ここまで来たのは喜ばしいことだけど、向こう岸に着いたら今度こそ
アンヤ兵との戦闘になることは避けられないだろうね。そうだね。では今のうちに準備を整えよう。船着き場に着いたらもう休む暇はないだろうから。なあミカミックス、その前に少しだけ聞いてほしいことがある。なんだ兄さん、お悩み相談か。ああ、実は船に乗る直前に雪村から伝令があった。え、雪村さんから。どうやって。ふん、天魔の子を一頭無限渓谷から飛ばしたらしい。なかなか俺たちを見つけられなかったようで、ひどく衰弱していたが、今は桜が面倒を見ている。数日のうちにはまた飛べるようになるだろう。ひでえな、動物虐待だ。よかったよ。それで伝令の内容は。それは白夜王国での戦況を報告するものだった。雪村は今も王国軍を指揮し、暗夜の侵略を耐え忍んでくれていると。だが最近では風魔からの刺客も現れ、白夜王国領内でも争いが絶えないとのことだった。おそらくもう長くは持たない形勢だろう。そんな、まあ、主力が全部出払ってるからな。伝令を出してから今に至るまでにもかなり時間が経っているだろうから、今頃状況はもっと厳しくなっているかもしれんな。もうあまり猶予はないようだね。城を守ってくれている雪村さんのためにも一刻も早く戦争を終わらせないと。船着き場まではあとどれくらいかかるんだろう。そうだな、少なく見積もってもあと一昼夜はかかるな。船着き場に行くにはしばらく流れを遡る必要があるためだ。向こう岸の船着き場はかなり上流にあると聞く。ね、でも龍馬兄さん、賢者様からいただいた地図だと目的地はここのすぐ向こう岸になってるよ。何？妙だな。ここの向こう岸には船をつけられる場所はないはずだ。でも確かにここに、ん？何か走り書きがしてある。王都への道、デーモンフォール。デーモンフォールだと。兄さん知ってるの？あ、デーモンフォールはその名の通り死の滝。暗夜王国の民は誰も近づこうとしない滝壺だと聞く。龍馬結構暗夜王国のこと詳しいよね。かつてはあのノートルディア公国の領地であったという話だが、暗夜王国の支配を受けた直後に怪物が徘徊する場となってしまったらしい。まさかそんな場所に王都への道が。そこになら多分数刻もしないうちにたどり着くよ。もし本当に通れるなら王都までの時間がかなり短縮できるけど。どうする？ミカミックス、早く王都につけるなら試してみる価値はあるかもしれないが、よし、そのデーモンフォールへ行ってみよう。怪物がいようが暗夜軍がいようが必ず蹴散らしてみせる。僕は白夜王国で耐え忍んでいるみんなのために今できることがしたい。そうか、わかった。では目的地は変更だ。行くぞ、死の滝、デーモンフォールへ。っていうか先に地図見てなかったの？気づかなかったらデーモンフォールなんて行かなかったじゃん。滝が燃えている。はい、この炎の滝がデーモンフォールという名の由来です。川の水に混じった油に引火し絶えず燃え続けているのです。しかしやはりどこにも道などないようですが。道は自分で作るんだ。何これ、うん、あの石像、何か力を感じる。像の前に2つの龍脈が。だが一体どちらを選べば。お気をつけて。周囲に怪物どもの気配を感じます。こちらへ向かってくるようですよ。よくわからん。え、いきなり始まったんだけど。とりあえずセーブしよう。で編成、ちょっとここら辺をまず一回例によって、サクラは入れる、アクア入れる、フェリシア入れる、風花はいいや、オロチ入れて、モズメ入れて、おぼろどうしようかな。剣聖じゃなくて槍聖になったからな。ちょっと考えよう。ここら辺ちょっと弱えからな。サイラス、ユーギリ、リョーマ、クリムゾン、タクミ、あと3ユニットをどうするかだな。まあおぼろと、ひなたも入れよう、せっかく上級職になったから。あと1人をどうするか、サイゾーだな。よし、これでいこう。結局変わらずっていう。敵将撃破、ボスを倒せばいいってことか。なんだこれは、また謎の兵だ。兵法者、何、上級職じゃないか。これ何、周囲の先の道を開くか、周囲を溶岩床に変える。何これ、どっちかってこと。
いけないのこれ飛んで。いけるし。どういうことよ。普通に飛んでけばよくね。そういうわけにも参らんのか。まあ、とりあえずこの近場のやつを倒すか。射程2のやつ。モズメはね、ちょっと弓をね、上げたいんだよね。まあ、反撃食らわないから、ここから行くか。弓の熟練度を上げたい。くらえ。よし。で、あとは、再造だな。倒せる。改造のレベルをここで上げたい。仕留めたぞ。おお、できればもう一上げたいな。これで20になるだろう。仕方ない。技がすげえな。めっちゃ高い。クリムゾンでこいつをぶっ倒す。だいぶ味方強くなったな。でも痛い。くらえ。大したことないね。基本的に武器あんまり変えてないけど、変える必要ないな。これ機動力もだいぶ上がってるな。こいつらどうなんだろうな。アクアとかメイドとかジョブチェンジしてないけど、こっち危険な兵士はいないよね。ん、こいつ飛んでるから、ちょっと上の方から行こうかな。多分歩兵ユニットがいけないんだな。フェリシアとタックミで、あ、自分をちょっと歌で回復させとけばよかったな。ちょっとめんどくさいことになったな。よし、 OK。 何、どっから狙ってきたこいつ。とんでもねえ射程距離とは。岩の塊。おおおお、なんだなんだ、意味がわからんこいつ。ヒットポイント38がかなりあるな。敵もだいぶ強くなってきた。そして何かのアビリティが発動したぞ今。とりあえずちょっと左側をやってみるか。龍脈ほい発動。おお、そういうことね。道ができた。とりあえずでもこのゴーレム、謎の兵、岩固まりぶっ倒していくか。こいつ射程長そうだな。でも一応倒せるな。どうする、ここに置いて追いはぎしよう。追いはぎ、これ追いはぎになるっしょ。追いはぎになった。何なのこの追いはぎって。おぼろで 89% か。多分当たるな。おお、裸になってる。消える裸男。やっぱ防御力減ってんのかな。24当たるってことは。で、またちょっとクリムゾンでいくか。岩塊の射程がいくつなんだろうな。硬そうこいつ。でっけえし、しかも絶好調だ、ね、あれなんだ、岩塊固まっただけだぞ。魔力が上がってもしょうがない。お、守備の叫び。お、一応倒したか。フェリシアで成敗するか。ほいっと、いいね、強い。レベル25か。これはもういいから先へ進めってことか。ブレイブヒーローだって。レベル5、かなりレベル高いな。あー、サンダーソードで攻撃してくるよ。でもなんか当たらないな。何、どういうことだ。ヒットポイント減らないよね。攻撃ゼロだし。おい、ノーダメージ。いまいちわからん、相性的なものが。あ、主人公動けねえし、ちょっとアクアで復活させるか。届かない。ひなた、再造。やばい、若干あいつピンチだぞ。孤立してる。瞳もいけねえか。おうちもいけない。
もうあと誰だ。あ、こいつがいたか。ひとまず倒せるやつは倒しとこう。何サンダーソードとか超強そうだけど実際弱いし。魔法なのサンダーソードって。多分魔力がないんだなこいつ。きたー、すげー射程だなマジ。かわせ、おお、食らった。ゲロを食らった。やばい、結構減る。うわかなりきついぞこれは。とりあえず安定して、おお、岩塊も結構食らうな。どうしよう、まずこのグレートナイトこっちで減らそう。手槍じゃなくて鋼の剣でいいでしょう。こいつ武器全く変えてねえな。こう見るとでけえなマジで。すまないな。何者だこれ。牽制かこいつ。道理でやるはずだ。再造で直せっかな。ここだと無理だな。当たらん。龍馬を投入するか。よし、いける。しっかり使いますね。いやー、つえ。いい相手だった。そうか、単なる弱い者いじめだぞ。レベル9。負けられんからな。武者の刀。ちょっと回復しよう。ここは久々の出番だな。OK。レベルアップ。チャリーン。あと、再造はちょっとここら辺にいて。こいつなんだ、何者だ。ブレイブヒーローか。みんなすげえな。ひなた、ここに置くか。匠はここに置こう。こんな感じで、フェリシアで回復させるか。夏祭りあと6個しかない。オロチはな、魔法系だからちょっと防御力が低い気がする。こいつ万能だな、マジどこでも進めんじゃん。モズメがちょっとこっちに相手してたから手遅れてる。これいけないよねこれ。こっちからなんか無理っぽいよな。やっぱりモズメ減らされてるし、ステータス。うおー、匠を狙ってきたか。いってー。こいつはなんて回復するんだ。とりあえず主人公どうしよう。ちょっと待ってよ、再造のレベルをな20に上げときたいからな。倒せないか。まあここでこいつの出番だな。また信じて。死んでもらう。そりゃ強い。あら、すみません。オッケー、チャリーン。もう10レベルか。上級職長いからなあいつも。龍脈を使おうっと。うわ、ちょい待て、どういうことだこれは。何が起こった。溶岩になったぞ。どうすればいいんだ俺は。こっからいけんのこれ。え、一応いける。溶岩にはなったけど。じゃああいつは右のやつらはしかとするか。来たところを迎え撃つか。多分溶岩の上ってヒットポイント減るんだろうな。匠主人公ペアで行くか。匠減ってんな。ちょっと回復が優先だ。一回フェリシアで回復させよう。で、一応ここにつけとくか。その頃にはモズメとかも来そうだな。進めるやつ、進めるか本当に。よくわからん。できなくね。ちょっと待って、ちょっと待って。マジどういうことだ。おお、狙ってきた。かわせ、22% なら食わせるはずだ。よし。
うん、痛い。3か2か。このくらいならすぐ自己再生すんな。なんだ山伏。進める？ちょっとずつ進める。つまり外れだったってことだなこれは。すげえ簡単に言うと、匠でいくか。匠を進めるだけ進めよう。まずうちの主力だからなこいつ。おっ、クリティカルしかも出た。これは完全に一撃必中。強い。レベル5、レベル6か。でちょっと龍馬を前線に出したいけど、なんだこいつ全然進めねえぞ。マジか、これかなりめんどくさいな。こっちにも敵が増えてるし、まあいいや。ちょっとこいつらは来るのを待とう。あ、ここにいたか。射程2なら大丈夫でしょう。とりあえず減らしとこう。くらえ。ミスったか、マジか。17くらいなのでもこいつで減らせられるはずだ。ミスった。オッケー。あ、しまった、飛んでるキャラ10。うわ、弓兵がいんのか。危険だ、かなり。弓兵はここまでは来れないか。ちょっと待ってよ、ここに置いて。ちょっと次コウギリと2人で進軍するか。よし、これで全然進めない。全く進んだ気がしない。しかも狙ってきた。 40% か。かわせるか。かわせ。おし、ナイスだ。お前のゲロなんかに当たるか。おい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 、どんだけ敵が湧き出てくんだよ。このプチプチダメージも地味に痛い。自己再生の基準もちょっとよくわかんねえし。確かなんか周囲のヒットポイントを回復するみたいなのがいた気がすんな。まずはこいつだよな。弓兵だから射程1に入って。うわ、こいつも弓兵かよ。弓兵かなり危険だ。アドベンチャラー。まあいいや、倒せないか。うわ、ミスったよ。しかもマジか。やばい、これはかなりやばい。非常に危険です。死ぬ可能性がある。え、ってか行けなくない？これ何これ、どうすんだよマジで。こっちから行くとかないよね。ちょっと待って、本当にわからん。あいつが孤立してる。しかも匠いけねえし、どういうことだ本当に。やばい、こいつ連れ戻さないと殺される。ここにいるやつらちょっと全員抹殺するか。ちょっと待ってよ。まず弓でいけるやつを。うわー、マジかよー。かなり手間取ってんな。 49% 当たるかどうかすらわからん。一発はこれ当たれ。かされるとかあんの？当たった、よし。必殺かわされるとかなり危険だからな。で、こいつもぶっ倒しとくか。主人公どうしよう、こっちの方に行くか。オロチで攻撃して、えらい。こいつも匠で攻撃するか。倒せない。落ち着くのじゃ。おお、必殺出た。倒した。いいね。
気にせずレベル上げられんな。改造とかいけんじゃない？僕もいるよ。ほいほいと。余計な真似を。まだ上がらないか。あと1体倒せば改造レベル上がんな。龍馬。なんなんだここら辺の。いまいちわからん。ただこいつがピンチだ。殺されるぞ。確実に殺される。うおヘマしちゃったね。確かにこれはやられた。撤退せよ。こいつのわけわかんねえかんな。かわせるか。当たったか。めっちゃ食らうな。マジこっから狙ってくんのかよ。殺されるぞ。オロチがかわせ。うわ死んだ。マジか。防御力が弱かったか。21も食らうのかよ。いって強い。敵が強い。痛い。てか先にマジ進めないんだけど。俺は何をすればいいんだ。ここから超意味がわからん。とりあえず敵がワンサか出てくんなこれ。射程2から攻撃したいからな。とりあえず匠と匠だな。匠でもこっちだ。こっち行こう。まずこいつぶっ倒す。このゴーレム超鬱陶しい。ほら、うまくいったね。オッケー。主人公レベルアップ。よくでこいつを雅の神でぶっ倒す。力を合わせよう。ほら、オッケー。でこいつは回復させないとピンチだな。とりあえずこっちに当たるから。くらえ。 OK。 うまいこと言ったみたいや。やっと D に上がったよ。でおぼろ、おぼろも食らうな。フェリシアで回復させないと危険だ。つえつえ。どんだけ回復する。おー行くね。 OKOK、OK OK、でこいつをぶっ倒す。69% か。いやいやいや別にいいよ、めんどくさいから。素敵でしたわ。ガンガンレベル上がんな。こいつら倒してると先に進めないけど。 OK。 あとこいつか。龍馬をこっちへ派遣するか。でこいつは手やりで減らして。さあ行くわよ。手を貸すわ。で、さくらでこいつを攻撃する。追いはぎ、追いはぎせよ。よそ見しないで。スパダカになった。ありがとうございます。あとこいつか。再造でいこう。死ぬんじゃねえぞ。おーしマックスになった。これで再造の出番はなくなった。おいいね。ひなたで倒せるっしょ。 78% か。援護しよう。手を貸す。うわーかわされたー。マジかよー。あと誰だ攻撃できるやつ。おぼろちゃんがいる。97は当たるだろうどう考えても。よーしナイス。
マジでこっから先に進めん。やっとレベル2か。そういや進化したばっかりだもんな。狙われた。こいつはもうまあ変な話死んでもいいかんな。う痛い。反撃でぶっ倒せるな。ナイスだ。おお強い。一撃必中。痛い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 。あ、龍脈が回復してる。ようやくか。とりあえずここ龍脈使おう。なんてめんどくさいシステムなんだ。ようやく道ができた。あとはこのモンキーをぶっ倒す。おお食らうな。援護の位置にも行けないし、しょうがない。いやーこれでも食らうとかなり厳しいぞ。フェリシアで回復させて、どうしよう。やっぱ匠で一回攻撃しとくか。死ぬ恐れがある匠。いけるやつはちょっとこっちの方から先へ進もう。うん、そうだな。あのドンキーコングはちょっと、ほっとこう。主人公とあいつらに任せよう。おぼろも、ちょっとこっち。よし。来たー。狙ってきたかー。16、やばい。食らったら、アクアが落ちる。かぜ、うわー、食らった。マジか。こいつの射程が半端ない。かなりの戦死者が出てる。攻撃力も強えかんな。いってー、来たか。でもゼロー。痛い痛い痛い。ここ無用眼地帯から抜けたいんだけど。こいつはまずすぐ倒せるな。あの弓兵マジ危険だな。あんまり行き過ぎるのも良くないな。危険地帯。うわ結構すげえな範囲が。ってことはちょっとモズメも全然進めねえし、やっぱりサイラスをちょっと派遣するか。はい、オッケー。手強かったな。結構レベル上がるな。いや守備28とかかなり硬い感じがする。で日向でこいつをぶっ倒す。信じている。お命ちょうだい。あとはおぼろちょこちょこ進むしかない。メイドがやばい。メイドが匠の機動力は半端ないな。相変わらず回復回復。夏祭りで主人公はちょっともう一回龍脈を使わないといけないから、龍馬を派遣するか。こっちに大丈夫か。最悪龍馬死ぬな。22% かわせるはずだお前なら。よしさすがだな。ちょっとここ龍馬で殲滅しよう。一緒に行くよ。10か。痛い。うわこれもプチ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 。鬱陶しいな。こいつ弓か。弓だから、よし飛んでいこう。お必殺が出た。72。よし、なんとか勝てたな。
ちょっと回復しないとマジやばいな。おお、フェリシアいいね。自分も回復できるから。あとはちょっとまた日向を回復させる。危険なやつはいないから倒せ。頼むぞ。ミスったか。反撃を食らった。ここは届かない。タックミーも届かないか。ようやくここの地帯抜けるよ。まだ抜けてないし、主人公も全然遅いな。1残るのか。うわ、つえな攻撃力。マジかよ。命中ゼロだただセイヤー、こいつ雷効かなそうだけどな。セイヤー、なんでヒットポイント回復するんだよ。来たね。いってー。ナイスだ。流星出たー。連続攻撃マジ強い。龍まで倒して終わりだ。せいやー岩を貫いたぞあとここにももう一個あるか。ここに弓がいるからな。行け、おもろよ。やっちまおうぜ。オッケー。勝てたみたいね。経験値もかなり入るな。夏祭り手に入れた。もずめどうしよう。こいつなんか持ってたっけ。傷薬使おう。改造、こいつはちょっとまだ回復できない。突破できない。ここがたぶん来れないんだな、あいつら。改造ここら辺に置いて、で、夏祭りで回復をさせて、主人公がもう全然ダメだ。一応春で回復させるか、匠を。こいつも主人公。あー、マジ1個しかない。夏が。誰か夏祭り手に入れてたな。フェリシアに渡すか。壊れたよー。こいつも気づく薬がない。アクアがな、戦闘不能になったからな、かなり厳しいな。もうこれくまくいくか。龍脈ポーン。オッケー、道が開けた。でここに誰を置くかだな。グレートナイト置くか。で一応モズメちゃんで援護しつつ、こいつはまた全然来れない。そうだ、夏祭り誰か持ってるはずだ。フェリシアに渡さないと。一緒に行くで。この弓兵さえ倒せばな。夕霧が多分先へ進めるから。大丈夫だ。うわ、終わってないぞ。倒せる。よし、いい塩梅やな。痛い引き龍馬よ。お前のヒットポイントがだいぶ減ってきたな。おぼろ。倒せるか。かわさら、かわされなければ倒せる。よし、すごいのね。こいつさえ排除すれば。うわ、まだ いるじゃねえかよ弓兵
こいつをここに出して匠を前線に出すか。なんか危険な気もするけどな。才三はここまた、ここかなり詰まってるな。ちょっと秋祭り使おう。モズメがだいぶ減ってる。よし、レベルはアップ。キンチャキンチャキン。回復を取得した。意味がわからん回復できんだろ。やばい、主人公が超遅れてんだけど。射程いくつ？射程5とか。これこっちでも防御力高いな。7しか食らわない。痛かー。死ぬんじゃねえぞ。痛い。必殺。よーし、銀の歩み。痛い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 。龍馬よ、お前はいつ来れるんだこっちへ。主人公ちょっと先に動かそう。うわ、匠のところまでしか行けねえし。匠これ攻撃したら死ぬんじゃねえ。よし、かわせ。ダメかー。素敵な断末魔。このゴーレムが異常に鬱陶しい。あとここか。またゴーレムがいるよ。回復させないと。モズメ、モズメはあんまり硬くないからな。ヒナタが意外に硬いことが分かったから、こいつはちょっと前線に出すか。あとサイラスか。で、回復役のフェリシアはもう何もできない。一応主人公も回復アイテム持ってるからな。来たー、狙ってくるか。痛い、ゲロを食らった。ゲロ、いいね、自動回復。ようやくだこいつも。あとどんだけいいんだよ。とりあえずまずはグレートナイトで一発ぶん殴る。ギリギリ倒せないってさっきも1とか残った気がするんだけど。ナイスだ、強い、硬い。さすがだサイラス。でひなたとモズメで行って、モズメじゃねえや、おぼろだ。こいつは自動回復するから、匠を回復させないといけないんだな。フェリシアは回復できない、もう。おっとっとっと。ナッツと。で、主人公ここに置いて、春を使えば。よし、モズメも回復。だいぶ整ってきたな。こいつはまたまた鬱陶しい。58% か。かわせるか。かわした、ナイスだ。こいつ何兵だ、何兵だかわかんねえな。薙刀持ってるけど。せーわい、この俺に逆らった報いを受けろ。この戦いでなんかみんなめっちゃ強くなってんな。おお、いいねいいね。またサイラスをちょっと前線に押し出すか。いや、グレートナイト強えわ。ちょっと武器何か新調してあげようかな。こいつ鋼の剣って初期装備と一緒じゃねえか。よしよしよし、月光。もはや何のスキルかわからん。ひなた、おぼろ、才三とかここら辺にして、主人公ちょっと押し出すか前に。匠とかはまあ移動力がそこそこあるから後ろから行っても大丈夫でしょう。相変わらずのトロサの龍馬、一人頑張ってたかんな。
たんだ。倒されないよな。うわ、悪いガキとかしてきた。なんだ意味がわからん。よーし、あれ、この猿がボスじゃねえかよ。術書持ってんな。こいつはぶっ倒してえな。ここら辺まで進んでみるか。で、モズメでこいつを倒す。絶対倒すわ。なぎなた。かねんな。よーし、レベルアップ。左打ちはなんだそりゃなんかいいことあんのかフェリシア久々の戦闘だな。うん、安定の攻撃力だ。お掃除完了で、夏祭りと。夏祭りもだいぶ減ったな。で、主人公と遊戯相変わらずの機動力だな。いざとなった時に役立つな。こいつどうしようかな。なんか地道に動かしてるけど戦闘する間もなく終わりそう。どうしよう。ソシアルナイトじゃなくてグレートナイトちょっと手やり39%。でも食らわないはず。こいつの鉄壁の防御力の前には貴様の攻撃など無駄。よしで、こいつ死ぬかもしれないけどいいや。ここまで来ればもう全滅はないだろう。眠れ。やった、術書ゲット。あとはあの雑魚敵を倒せば。いやー、きつかったな。中盤かなりきつかったな。あの変な罠みたいな溶岩地帯で、あと一人か。龍馬、龍馬これもう無駄だな。この地を通る者許さない。お前はここで。ここで何えだーい。攻撃力は一丁前だ。なんだなんだ、溶岩地帯になったぞ。うわ、敵が増えた。痛い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 。とりあえず倒せっかなこいつら。死ぬ68%。 2発当たれば倒せる。よし、まあちょっと経験近すぎかな。でこのターンでも決めよう。とりあえずこいつは倒す。ソシアルじゃなくて、あー、こいつも復活してんな。ちょっとめんどくさいな。そうするとこうかな。100で倒して、ありがとう。なるべく経験値は稼ぎたいですからね。その間にかこいつレベル7になってる。おぼろ、こうかな。そうすると信じてやめるな。よーし、せっかちなかった。レベルアップ。チャリーン。全体的に強えなマジで。でどうしようかな。最後誰で決めるか。まあ自分で決めるか。やっぱり大丈夫。お、来たー、さよならだ。おお、すげえ、モーションが変わってる。ヤトの神クーヤになったモーションが。バカな。
マスタープルフ。いやー、きつかった。マジきつかった、ここ。なんだこの地響きは。ミカミックス、あれを見ろ。何？おお、突然道が。なんだ、洞窟？どういう仕掛けだ？ジョーカーさん、ここは。間違いない。どうしたんだ、二人とも。はい、この感じ、この洞窟に流れる空気は、王とウィンダムのものです。それは。この洞窟が王都への隠し通路だということか。そうですね。おそらくそうですね。でもこんな場所があっただなんて。つまり虹の賢者殿はこのことを知っていたんだな。ここはかつてのノートルディアの領地。隠し通路があることを知っていても不思議ではない。もしかしたら仕掛けを作ったのは賢者様だったのかもしれませんね。じゃあついでに仕掛けの答えも教えといてほしかったね。そうすればこんなに苦労しなくても済んだのにさ。確かにめっちゃ苦労した。おい匠、そんな悪態をつくな。賢者様は私たちを思ってこの道を教えてくださったのだぞ。分かってるよ。答えなんか教えたら僕たちの中に紛れているコウモリとやらに情報を漏らされるかもしれないしね。僕たちの中にコウモリなんていないよ。そう信じたいけどさ、念のためだよ念のため。気に触ったのなら謝るよ。いいか、ここから先はいよいよ敵の本陣。焦りは禁物だ。奴らに見つかることはすなわち死を意味する、うん、そうだね。マークス兄さんやカミラ姉さんとだって出会うかもしれない。でもいつ誰に会っても戦う覚悟はできている。待っていろガロン王、僕はもうすぐそこまで行く。見慣れたあの地で、父と呼んだその場所でお前と永遠に決別するために。というところで、まあ途中かなり苦戦したんで長くなっちゃいましたけれども、第21章ですね、これで終了したいと思います。